ーい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。おーぎゃん。ということで今日は久しぶりの黄金薬シリーズということで、ブロッコリーを使ってシンプル簡単絶品ブロッコリーの黄金焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はブロッコリー小一房 150g、 卵1個、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。マヨネーズ大さじ1、ケチャップ大さじ1、砂糖小さじ1/2、カレー粉小さじ1/3を合わせ、スパイシーオーロラソースを作ります。今回スパイシーオーロラソースをつけながら食べるんですけど、もし作るの面倒な場合はマヨネーズやケチャップ、ソースなどお好みの調味料をつけて食べてみてください。ボウルに薄力粉大さじ1、塩少々、卵1個を割り入れ、薄力粉のダマがなくなるまで卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。ブロッコリー 150g は一口大の食べやすい大きさに小房に分けます。分ける際は芯に包丁を入れて手でパカッと裂くと房がばらけずに綺麗に分けられます。小房に分けたら耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで2分加熱します。はい、では2分加熱し終えたら、平らな場所にブロッコリーを置いて、コップや保存容器などの底、平らなものを上から押し当ててブロッコリーを潰します。ブロッコリーを潰したら、フライパンに油を引いて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、潰したブロッコリーを合わせておいた溶き卵にくぐらせ、フライパンに並べ入れます。では焼き目がついてきたら返して半面も焼いていきます。はい、では卵を最後少し残るので、一度焼いたブロッコリーを二度付けして、もう一度表面に焼き目がつくまで焼き、使い切ってみてください。はい、では卵を使い切って表面に焼き目がついたら取り出してお皿に盛り付けます。はい、ではこんな感じで潰して焼くだけ、シンプル簡単絶品ブロッコリーの黄金焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は久しぶりの黄金焼きシリーズ、ブロッコリーを使ってシンプル簡単美味しいブロッコリーの黄金焼きを作ってみました。それでは本日はカルビスウォーターで乾杯。乾杯。クーおいピース。じゃあ早速いただきましょう。今回は久しぶりの黄金焼きシリーズということで、ブロッコリーをたっぷり使いながらシンプルに美味しく仕上がるブロッコリーの黄金焼きを作ってみました。でもシンプルに塩で食べていただいてもいいですし、今回このスパイシーオーロラソースを作ったので、こちらをつけていただきます。じゃあいただきます。ゴールデン。めっちゃ美味しい。うん、ブロッコリー
リーをあらかじめレンジで加熱して柔らかくし、平らなものでグッと押さえて潰すことによって、そのままブロッコリーの形が残っているとちょっとこう卵のつきが悪かったりとか、全体にうまく卵が行き渡らないことがあるんですけど、平たくして薄いお肉のような感じにすることで卵はしっかりとついて綺麗に焼き上がります。卵をまとわせて焼くことによってボリュームが出つつ、少しこう卵に薄力粉が合わせてあるので、ほんとこうピカタのような感じで、シンプルなブロッコリーだけっていう食材なんですけど、ボリューム満点に美味しく仕上がります。でこうグーッと潰すことによって、なんかこのブロッコリーがグッと凝縮した感じで、噛み応えやこのブロッコリーの旨味がグッと詰まって、とても美味しく食べられます。で、調理工程も卵液をまとわせて焼くだけで簡単に作れて、ほんとこうあらかじめレンジで加熱する時間も2分というかなり短時間の時間で、しっかりとブロッコリーに火が通り、簡単に美味しく作れます。で、食材もメインのブロッコリー、あとはね、卵や薄力粉、調味料でお手軽簡単に作れて、ブロッコリーって茹でて食べることが多いかなと思うんですけど、ちょっとこう一風変わった感じにブロッコリーを食べたい方にもおすすめのレシピになってます。私このスパイシーオーロラソースを黄金焼き作った際によく使ってるんですけど、マヨネーズ、ケチャップのこのオーロラソースベースに少しねカレー粉を入れると、カレー粉のスパイシーな風味がとても美味しいです。まあ、今回すごくシンプルな味付けなので、お塩で食べていただいたり、お好みの調味料をつけて食べていただいてもいいですし、ちょっとこう時間にゆとりがあったらスパイシーオーロラソースつけて食べるととても美味しく食べられます。このブロッコリー、特に房の部分がギュッと凝縮して食感もいいですし、このブロッコリーのね旨味が詰まって新感覚で美味しく食べられます。はい、ということで今日は久しぶりの黄金焼きシリーズ、ブロッコリーの黄金焼きを作ってみた動画でした。潰して旨味がグッと詰まったブロッコリーに外側にまつわせた卵によってボリューム満点に美味しく仕上がるレシピになってます。本当ブロッコリーって言うと調理方法が限られてしまうかもしれないんですけど、ちょっとこう一風変わったピカタのような感じでとても美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ブロブロー。うまみ圧縮ブロッコリー。